勝しよう。やってはないと思うけど、多分やってる。せーの、へボケですけ。行きました。もう切れるでしょ。せーパ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 ーいただきます。いただきます。なんとここまで見てくださった皆様に朗報です。このホテル宿泊の時にですね、秋日か梅谷運波見たよと伝えていただくと特別な特典ございます。そっちの特典じゃないですよ、特典がございますので、ぜひね皆さんご利用ください。いやそれすごいな、下動かさんとってそれ、上動かして上で混ぜて、糸引くときどんな感じになる？派手？回して回して納豆なんか極力。そっち、左ばっかり動かしてるよ。右動かして。ごちそうさまでした。くだろこいつ、いつ？瞬時？見て。これ何？地球儀、地球儀。アース？出身チャンス。地球儀。出身チャンス。みんなそうやし、うるさいな、アースジェットシューッ、ぶりちゃうね、着きました。はい、ね、いやなんか、うん、僕も久しぶりに来ましたね。たけ現役の時あったの？あ、そうですね、あの何回か、まあ、うん、地元の友達とかと、あ、今僕喋ってるのあんま多分座んない方がいいと思うんですけど、地元の友達とかと、まあ、何回か、まあ、いつリフレッシュで、まあ、来させていただいたとか、まあ、スペインにもユニバーサルスタジオジャパンありますないやろ。ユニバーサルスタジオスペインとかあるかもしれんけど、ユニバーサルスタジオジャパンが、ジャパンがスペインに、スペインに、はい、まあ日本勝ったんでスペイン、なるほどね。こんなまま行ったことないでしょ。いや僕正直言うとないです、初めましてなんですね。でもこれほんま地球儀大きないですか？いや地球儀でかいねん。ボケボケのケボケですけす。一回横向くんやめて。スパイダーマン最後なんですね確か、はい、スパイダーマンなんか俺なりたくて、もともとなりたかったんや。もう全正直言うとなんか自分の手首から雲をかまへんかみたいなんで、ここに勝ったことはある。勝ったことでもほんまにスパイダーマンじゃない。これは分かっているよ。何を長々と普通のこと言うてんの。その通りや。いきますか。スパイダーマンで言うと糸ですよね。せーの、縦の糸はあなた、はい、縦の糸はあたし。どこで縦の糸って？縦の糸は私っす。うん、シンジユニバで7探す。あ、いい企画始まったね。いいっすね。7を探しましょう。はい、僕見つけたっす。はい、7、はい、7? Oh! 僕がありました。7、いいですか、はい、はい、こっちです。いくよいくよ。おばな、おばなや、7ちゃうやん。シンジパパ、お子さん、ママがいます。ママ?ママや。7、7 3個目ですね。3個目のママ。やばい、今のはおもろい。出た出た、やばいやばい、ブリババババで遠いな。ババババやん。ユニバーサルスタジオジャパンが大阪で、神戸、兵庫、大阪、奈良。奈良奈良。瞬時これワンデースタジオパスが税込8600円、大人で子供5600円、シニアが7700円です。なるほど。え、言わんのこれ。7やめっちゃ。シニア、シニアや。でもやっぱタッチレス流行ってるから。でも俺はまだ現金で払ってるんやけど、ペイペイみたいな。あ、ダイアゴナルのパスですか？トワイライトな。レッドカードおよびですか？クレジットカードな。レッドカードはまあ持ってる。サディオマネーですか？サディオマネー。マネーの話してない。クルトワス。ジルース。あ、勝ち。え？クルトワで。クルトワとジル。いえいえ、クス。ジル。
あ、選手来ました、選手来ました、選手、選手ちゃうでしょ、選手、選手ちゃう、クルーや、クルー、ジル、ジル、ジルじゃ、クルー専用や、クルーは別に、クルトワやったんですね、そっちは、はい、そのボケがクルトワ。あ、え、ピカチュウ、え、見て、マジ見て、リザードン、ポケモンのやつやってるんですね。俺ポケモン好きやから。好きなの？最初のサンタ選ぶやつあるやん。あるある。あれで俺石粒で選んでて。いや、入ってない。石粒で入ってないよ。お前なんか変なの買ってる。海賊版買ってる。姫？姫、姫レスですか？姫レス、楽しんでる。シンジ？今何も、あの、なんていう、決まってないから。別じゃあ入るんやったらカチューシャとか、さ決まってないとか入るとかサッカーみたいな。見てこれ、これなんだ、スパイダーマン、俺がスパイダーマンやろうか、スパイダーマンみたいに言わんとって。いやよかったよ、いやめちゃくちゃよかったっす、ね、こんな感じだよね、はい、ユニバーって中入ってた、はい、今中行きました、はい、あの7を見つけるっていうアトラクションと、でもまあユニバに今僕たちはユニバから出てきました、出てないかも、入ってない、入ってないかも、その通り、僕悲鳴聞いた興奮するんですよ、怖っ、怖っ、よかったですね、あでもすごいいい思い出じゃない、リアルなところで言うと僕らユニバ入れるお金ないです、ごめんなさい、誰かね、もっと動画見て支援してほしいです、はい、支援お願いしたい、シンジ、8月13日東京でトークショーありますんで来てください、東京もうチケットリアルにないからね、残り7枚です、7枚よ、2日あるからもう全部自分でも飽きてるやろ。さあもう旅行も終盤ですよ、はい、大阪といえばグリコです、グリコの K CCCC、 まあグリグリシーですよね、グリグリシー、まあグリコの子って個人の子よね、違う違う違う、グリコやん、グリコやろ、グリコやん。元気よね、まだマラグチ元気ですか、違う違う、あやばい、まださ一回もモノマネやめてない、僕たちもモノマネやめてないっていうか、まあ本人なんでずっと本人ですよね、グリコポーズしてご飯行きましょうかっていう話ですよ、はい、いいですよ、行きましょうか、最後グリコポーズ、グリコポーズ、せーの、違う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 、あれやれ、あれこうやって片足上げる、片足上げる、あせーの、これからどうなっていくんだろう、あこれできちゃう、はい、じゃあ予想外に行こう、片足上げる、はい、上上肩、肩とか上上、 OK、 はい、じゃあお願いします、せーの、あ、ほや、こいつだね、行こう、行こう行こう行こう、あ、ほや、はい、ということで新大阪駅に着きました、新寺、新寺じゃん、新大阪、新岡崎、新岡、新岡崎駅、新岡崎駅だよ、この今回の旅、これで終了となります、合宿終わり、合宿のまず旅行みたいな感じかな、どうですか、なんか思い出とかはありますか、本田さん、マッキーかとどっちかですか、そうですね、まあ本当に水かけられたことしか覚えてないですね、負けるんじゃねえぞお前の夢は、かつてともに涙を流した仲間たちの夢だってことを忘れんじゃねえぞ、どんな偉くなっても巻き光らしくあれよ。